子選手が第1期トパンガリーグ優勝者、はい、フード選手が第2期トパンガリーグ優勝者、ね、はい、このトパンガリーグで一時代を築いた者同士、サコエレナ対フードフェイロン一点優勝。さあ両者開幕はどう動くか。フードはじりじりと、そしてサコエレナも不用意には踏み込まないか。さあレッカ2発目3発目を当てていったのはフード。これで一気に画面端が近づいた。よく2発目確認しましたね今。すごいですね、2発目を移動に使うような形。しかしじりじりとしゃがみガードをしながらサコエレナがラインを押し返す。この距離でも届きますかね。届きますね、はい、挟まれて渡っているフード。フードとバックステからイクスマル、これはつながらないが、その後フォローが効いている。おっと、ラインが出ました。さあ打ち切りにはサコイからライン、そしてイエクスカッチ。画面端中段がついて入れ替えたが、フードの体力はもうかなり減っている。さあコパンレックからの投げ、どうする。コパンレックアッパシエンセビ崩して結果、やはりここからのフードが強いが転身は許さない。バックステで避けての投げ、画面端バックステは結構勇気のある、ここ一ですね、はい。さあ最初にラウンドを取ったのはサコエレナ、やはり自らは行かず、この線を取る構えか。しかしここは前に出て技を刻んでいく。さあ対空きっちり、ラウンドアーチャーバックステ狩りも兼ねているか。さあ丁寧に行く両者、吉野さん、はい、この持久戦の構えでうーっといきなり来た、ここから飛んでいくが EX レフ吸客支援は打った。ジェジェ押し置き、ゲージはある。エコスマルト、俺の負けだ。持久戦ながら、はい、やっぱりエレナの崩しはやばいと。そうですね、あんまり来ない分逆に、はい、いつ来るか分かんないですけどね、はい、ということはやはり、はい、お互いというか特にフェイロン側の技に対して、はい、エレナは初手は取りづらいということですかね。そうですね、はい、いや僕はちょっとすいません、はい、持久戦になるなら、はいはい、ヒーリングがすごく効くんじゃないかと思って言おうとしたら、はい、一気に崩して勝ってしまった。そうですね、はい、からの下がりでまた出させて、はい、出したり鏡パン相性が悪い素直に行くと、ただ出させたところであれば届くというようなところで、佐古さん得意なのリズム読みになってますよね。あ、そうですね、はい、確かに。さあ1試合目取ったのはサコエレナ、じりじりとした立ち回りからのこの線を取ってチャンスを作っていった。フードはこのサコエレナのフェイロン対策に対してどのような答えを導き出すか。画面端ではその切れ味は鋭かったが、画面端に追い込むまでが苦しいか。スイング打ち切りの絵が見えたぞ。中段一つ出段を見せるが、さあリンクスはガードしてレッカーを確定しますかね。そうですかね、はい、フレン的には間に合うので、はい、そのレッカーの速いところ当たってれば、当てればね、距離もありますかね、はい、中段一つ。さあお互い触れないのでゲージもなかなかたまらないと。なかなかたまりませんね。恐ろしくデリケートな立ち回り、差し合いすらもしないか。どうですかね、リンクスに、はい、おー、うまい、垂直を EX ラインの。さあ、体力は追いついた。リンクスに劣化で確定が簡単に取れるようであれば、はい、当然仕込みができなくなるので、自分からやりに行くのが難しいですね。そうですね、タコさんいつも得意のパターンが使えないので、はい、このように相手を動かしてからじゃないとというところで、小刻みに前に歩いて劣化を警戒しながらと。
ごい絵ですよね、はい、しゃがみ歩きで画面端まで追い詰めましたよ。ラウンド8からうわあここで時間は10秒切ってる。やったーして時間稼ぎ。さあ猛烈に逃げて最後はいいスクラッチ。こういう試合展開になってましたかね。削り合いになるとヒーリングが凄まじい効果。さあそれがあるのでこのジリジリとした何もしないをすることができるか。さあコエレナフードはどうする。下段リンクスが当たる。また下段からさあゲージを使って伸ばしていく。画面端に追い詰めて。それでもなかなかマレットは打たないか。ラウンド8からの下段スイッチジャンプが結構さっき多かったので、はい、それに噛み合っちゃうとっていうのは、ね、あるっぽいですね。なるべくリスクを抑えて体力差を開いていくと。おっとしゃがみで台足で避けたのか。アッパーは当たっていなかった。そこも仕込みでレッグを狩る。中段も立ち上がるか。恐るべしザコエルナ。今までヘイロンに苦労してきた感がある。そうですね、はい、まあ、エレナにキャラ替えはしたもののやっぱり苦労は必要なので今までの集大成的な動きをしてますよね、はい、いろんな研究の成果がエレナで体現されているような、はい、体現されてますね。そんな印象ですが、はい、さあ2戦終わって2-0。さあフェイロンも持久戦は得意とするところですが、はい、ね、あのずっと我慢するような、はい、試合展開のフードはできるで、はい、今まで体力回復するキャラはいませんでしたからね、はい、それはそうなんですけど、はい、ただね徐々になんかこう前に出方を見つけてきているような感じはあるので、はい、そうですね、はい、さあフード追い詰められてエレナ戦の答えは出せるか。きっかけは糸口はつかめるか。やはりこのじりじりとした我慢比べでか前に出るところを狙っていった。ある程度出していこうというところがありますね、はい、打たないとプレッシャーにならないので、はい、この若干の体力リードで守る気満々ですかね。ヒーリングの分はちょっと稼いでおきたいですね、はい、まあ、入れる。ドセンガンなら測るっぽいですね。さあ緊張感がある。この状況からいきなり飛び回りますからね。ここしかし対空きっちり下段させる。中段一つ削り合いになると中段の手数が多いエレナに分があるか。リードしたら今度はちょっとずつ下がるという、はい、攻めも上手ければ待ちも上手いか。サコエレナレッカの差し替えよく決めましたね、はい、今でしたね、はい、立ち台パンチを使ってきたぞ。え、しかし今度は落とす EX クラッチ。ネックルがさあサコエレナ下がり気味。セビマエステからコンボを伸ばす。ヒーリングをして絶望プレゼント。時間は10秒を切る。どうしようもないか。ゲージを溜め続ける。まだ5秒あるがスクラッチ。ゲームは取らないのがいいですね、はい、いやこんなフェイロン戦がエレナにはできるとは、はい、というところですが、もうなかなかこういう動きをする人いないですね。いないですよね、はい、しゃがみながらちょっと前に行けますかね。こっちもリズム読みました今。打ち抜いた。さあまさかリズム読みながら負けてない。リズム系になっているのか。前に出る一瞬の歩きのリズムをどう読むかという戦いなのか。でかさあどこでリズムを裏切るかという駆け引きもあるが、前に出て下段を崩す。しかし支援するレッグなかなかたまらないゲージを吐いていった。しかし投げが到底ここでイースマルト。さあ最高位からリンクスからヒーリング。また体力差が開く。
出た。さあ時間はまだたっぷりある状況、ゲージは1本ずつ。さあなかなか打たなかったマレット EX マレットで打ちましたね。苦しくなった時にやはり取るために EX マレットを取っておくと、取っておいてるのでかなり判断難しいですよね。難しいですね。さあフルードはおっとすら出したが、さあこのチャンスになる。スクラッチまで入って、うわーセービングは取りきれず、フルードとしては小技ならという判断でしたかね。しかしそれを見てから中技といったような